まあそうね、一般の人はもっとそんな真剣に聞いてないんだよね。そうだから多分この、 あの何をかそのこの、このリルさんの何を考えてダメな自分を前面に出した可愛げキャラを演出するようになっていったというのは、あのそうした方が得だから。じゃあそうしない人は何でそうしない、つまりそのモテる、すごく仕事がうまくいくって時に、はい、俺今めちゃくちゃ儲かってんだよとか言っちゃってる人は何なのっていう、なんで学べないの、そっちはとあのそう言わない方が得なのにっていう。そう言わない方が得だけど、だけど逆にあれですかね、なんか出過ぎた杭を打たれない的なとこなんですかね。いや出過ぎな杭は打たれますね。出過ぎた杭は打たれますか。打たれるとなんかなんだろう、私がそういう人何人も知ってるけど、はいはい、なんだろう、そういう出過ぎた杭を打つ人たちがいると、うん、でもそいつらみんな成功しないだろって言うんだと思う。あ、よりとんがってて、すごいフォロワーとすごいアンチを作ってくる、はい、例えば前澤さんとか、ありますか、とか例えばコリエモンとかみたいな。そう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 、だから出過ぎた杭打たれるけど、うん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 、フォロワーに目が向いていて、うんうんうん、それ以外は気にしてないみたいな、うんうんうん、山ちゃんと逆の生き方がありますよね。そうですね、そうですね。そっちも得なのかな、そっちを選んでもいいよなっていう。多分自分が好きな人に好かれればいいって思ってるんですかね、そういうこう、あの割と、うん、ぶっちゃけちゃう人っていう、なんでも俺できるんだぜって言われてるのは、自分が嫌われ、自分のことを嫌いな人をがある程度いるのはしょうがないってもう諦めてるというか、うん、いや多分ね、僕思うのは、ね、両方とも、はい、まず自分の生き方が正しいと思ってるんですよ。ああ、そうですね、うんうんうん、でその生き方が正しいので批判してくる人たちがいるじゃん。だからお金持ちになった時にお金持ちだとかモテるぜ俺って言うと批判してくる人たち、嫉妬だって自分が正しければ思えるよね、嫉妬とも思えるよね。でも一方でこうなんか自分を媚びて相手がに好かれて立ち位置の人はなんかこっち以外のやり方についてそっちは損だと思ってるんだよね。だ両方ともたまたまそっちに流れてってどっちとも別の意見を嫉妬とか、うんと、なんだろうな、思い込みとかって弾けるんだよ。だからどっちもたまたまそっち側にとんがっていっちゃったんじゃないかって僕は思う。じゃあ実は似た者同士、似た者同士、そう、それは両方とも似た者同士。じゃあ仲良くなれるんですか。仲良くはなれない、全く逆の世界観で生きてる。やっぱ水と油なんですか。水と油、でもその水と油に混じる石鹸みたいな人たちがいて、あ、中和剤になる。そうそう、はい、それはそのどっちにも混じる海面活性剤みたいなそうそう、そいつらが一番賢いと思ってるよね。あ、世当たり上手的な。そうね、その真ん中にいる人、ヤハギ的な、あ、ヤハギ的な、うん、分かるよ分かるよ、ゆるく見せる、そう、ゆるく、はい、そうゆるふわに見せる。だから山里亮太もそのなんかお金持ち自慢してるやつも実は同じ別の方向を見てるけどある意味似てるっていう、うんうんうん、あのちょっと話違いますけど、伊集院光さんをよく聞かれてますよ ね、 ね、はい、で私も聞いていて、それは月曜日の、 あのあれなんですけど、はい、さっきのジャンプっていう番組の月曜で、うん、私はだいたい月曜日と火曜日は結構聞いてるんです。で、伊集院さんも今昼の帯のラジオとかも始めたりとかして結構な、はい、なんだかんだで稼いで、稼いでめっちゃ稼いでるじゃないですか。だけど俺は、まあ、結局高校中退したんで中卒芸人だったね、はいはい、割と自虐キャラですよ ね、 そうですね、はい、でそれでなんかちょいちょいやっぱね番組聞いてると自虐ネタとか俺みたいな、はい、これが芸能人の生活ですとか言って、はい、わざと自虐っぽいこと言うけど、はいはい、私はやっぱそこに引くんですよね。あ、なんかでもなんで 山里亮太よりも僕はどうかな、で似てるもんかな、でも でそこ私伊集院さんの方が好きなんですけど、はい、ラジオ番組としては、はい、それは多分、うん、話すネタが割と普段は自虐じゃない感じで面白い、彼の独特な視点の、うん、ニッチな視点の切り口をするのが面白いなと思ってるんで、うん、そんなに普段のトークは自虐を売りにしてないんですけど、ちょいちょい自虐を、もともと彼も自虐をもっと昔のね、引きこもりだったりとかね、あの95年からね、うん、あのラジオ始めて、はいはい、今23、4年目とかじゃないですか、はいはいはい、でもっと昔はもっと自虐の時代を、はい、トークを売りにしてた時代があって、うん、自虐の歌とかってコーナーもあったじゃないですか、はいはいはい、いや全然知らない人ごめんなさい、はいはい、だからすごい自虐を売りにしてた時の癖がちょいちょい今も時々トークの中に出る時ありますよね、はい、それがちょっと引くんですよね、はい、今金めっちゃ稼いでめっちゃ金持ちじゃんって思っちゃったりして、なるほどね、うん、僕はでもね、伊集院の自虐は引かないんだよ。それは何ですか、深岡さんの中で。多分、うん、あの幸福かどうかが僕の中の基準で、
伊集院光っていくら稼いでも不幸に見えるんだよね。なんだろう、まず友達いないっていうか、まあ友達は自分の後輩たちで無理やり引っ張ってきてるような、で本人もそれ知ってるんだよ、自分が凝り固まっててうまくいってない、だから幸福そうに見せない、あのなんだろうな、山里亮太は本当は幸福だけど幸福に見せないようにしてるっていう感じがするけど、伊集院光はいくら稼いでもお前は不幸だなって分かるんですよ。リア充じゃないっぽく見せる、リア充じゃない なんだろうな、ひねくれた性格のため物事を受け取れない感で構成されていて、なんだろうな、生きてる世界が不幸っぽい、それはあの岡村隆史もそうなんですよ、いくら稼いでも不幸っぽいんですよ。でも伊集院さんは結婚してるじゃないですか。結婚してる。でなんかちょいちょいプライベートの奥さんの話とかもはじばしに出ると、はいはい、結構普通に、はい、超幸せそうな感じするじゃん。まあでも子供がいないとか、ね、あまあまあね、多分作りたかったけどいないんだと思うんですよ、利用しに行ってるとかね、うん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 、もう時間なんで終わりにしますか、はい、じゃあそんなわけで、はい、あのまた次回お願いします。ありがとうございました。あの急にあれですけど、あれですか、宣伝は、はい、宣伝はね、なんていうの、4回に1回ぐらいしかしてないんですよ。本の宣伝とかさっぷりしたんで。はい。